どうも、アッカス TV です。今日はね、金曜日です。ちょくちょくこう動画でキャンプに行くみたいなこと言ってたんですけど、とうとうですね、今日キャンプに行ってまいりますということですね。一応ですね、テーマが大人のキャンプということですね。今までこういろいろね、家電とか買って、で豆にね紹介してきたんですけど、今日はね、まあ、サクッとね、何をこう持っていくかみたいなのね、まあ、ざっとねこうやろうと思います。でですね、とりあえずですね、僕の荷物、僕のカバンの中のやつをちょっとこう紹介したいと思います。マイバッグ、まだね完全ではないんですけど、まあ、ざくざっと、まずね、これはね外せないです。これ救急箱ですね。これ何かあった時のために、まあ、テーピングとかね、足とかね怪我しちゃってね、テンション低くなっちゃうとかあるので、救急箱ね。で、まだちょっとね夏風邪なんだよ、ちょっと薬と、あとトランプとかですね、まあ、ポーカーとかねやってちょっと楽しもうと思います。あとこれは外せないですね、エロいトランプ。エロいトランプだとね、裏見てもらうと分かるんですけど、こうやってこうカード1枚1枚にこう歴代のプレイボーイのエロい写真がね書いてあるんですよ。これはねもう本当男だけのねキャンプの時にねマジで盛り上がります。で、まあ服と、あとランタンとね、あと肝試し行くつもりなんで、まあ、懐中電灯ね、あとパンツと、でこれがですね、この袋はリチウムイオンバッテリーとか、あとご紹介したチーロの Bluetooth の対応のスピーカーとかが入ってますね。これはもう外せないです。まあ、あと替えの T シャツと、で、あとこれ寝巻きですね。意外と山とかって夜寒いんですよ。少なくともちょっとね毛布とかがないとね厳しいです。なんでまあこれ900いくらとかで売ってたんで寝巻きを用意しました。一応ですね、このカバンの中にはこれが全部なんですね。でね、これだけかよと思うと思うんですけど、もちろんこれだけじゃありません。今ねちょっと家の1階に来てます。カバンの中のもの以外は全部重たいんで、1階にもすでに置いてあります。仲間が車で迎えに来てくれるんで、ね、でとりあえずね、その他のものを紹介したいと思います。まずこれですね、テーブルですね。これはね、3000円ぐらいだったんですけど、高さとかもね調節できるんですごい便利になってます。で、まあ、あとおなじみのね三脚と、あとビデオセットですね。で、あともちろんビール500で24缶あります。これでもね実は足りないんです。もう荷物が車に乗らないんで、とりあえずこれで今日の部分ということでね、買いました。イオンでね、これ本当はなかったんですけど、無理やりちょっと店員に引っ張り出させて購入したやつですね。こっからっすよ、全然やばくないですか、こんなにあります。まずね、これは今日買った、まあ、着火剤とかね、お皿とかそういうやつになります。あと炭ね、炭だともちろんこれ花火ね、締めて9450円分。これが大人のキャンプです。で、これもお皿とかってベープとかも入ってます。顔はね大敵なんで、で、あとねこれ銀座の三越で有名なトライアンの羊羹、水羊羹ですね、買ってまいりました。3150円あります。これは一緒に今日行くね谷島さんってね、人の実家が今日キャンプやるところの家の近くでね、いつもおにぎりとか作ってくれたりとかね、いつも毎年お世話になってるんで、そこら辺のね安いもんじゃちょっと申し訳ないってことでね、みんなで相談し合って決めましたね。超高級羊羹でございます。で、あとねこれはね今日届きました。これはねテントじゃないです。これはねタープテントっつって、屋根だけのねテントみたいなのありますね。ちょっと分かりにくいと思いますけど、屋根だけのテントみたいなのがあるんですけど、まあ、それが8000円ぐらいで売ってたんで買いました。で、この下にあるのがもう大元のテントになりますね。これはね
なんだサウス、あのね、よくわかんない、まあ、結構そこそこいいやつみたいですね。300×300 ぐらいの大きさですね、これはね2万円ぐらいしました。まあ一応といった感じでしょうか。結構なねこれだけ量なんですよ。このねもちろんね全部僕が出したわけではございません。あのみんなでお金出してやって僕が代表してお預かりしてるわけですね。じゃあこんな感じになってます。はい、ということでこんな感じになりました。今ね部屋に戻ってまいりました。めちゃめちゃ暑いです。ちょっと喋ってただけのに、あとちなみにね髪を切りました、で、あの今日のね流れはあの青梅のね方に行くんですよ。いいね、あのキャンプ場が、キャンプ場じゃないんですけど、あの地元の人間しか知らないようなね人がいないスポットみたいなのがあって、いつもそこでやってるんですけどね、僕たちうるさいんで、あのそういう人気がないところじゃないとね迷惑かかっちゃうんで、いつもそこに行ってるんですけども、まあ、今日の流れはね、一応ね、まあ、まだみんな仕事をしていますので、迎えに来てくれるのでね、11時ぐらいになってしまうと思うんですね。で、まあ、結構ねその遅いですよね。あの11時ぐらいに行って多分着くのはね12 7時ぐらいになると思うんですよ。で、まあ肝試しとかなんだかんだ言ってやっぱ2時3時ぐらいになっちゃうと思うんですね。でだったらね朝行けばいいじゃねえかと思うと思うんですけど、まあ、僕たちはねやっぱね根っからの遊び好きなんで、あの1分1秒でもねやっぱあの無駄にしたくないっていうか遊んでいたいわけです。で、あのいつものね流れなんですけど、まあ行ってね、あのそのキャンプするところ、まあ、やっぱその原っぱのとこ行っちゃうと何にも見えないわけですね。だからテントとかも組み立てられないんですよ。でだからその車止めてその原っぱに行く手前のところになんかプール、市営プールみたいなのがあって、でそのなんか広場みたいなのになってるんですよね。で僕たちいつもその金曜日の夜行ってそこでテントまず立てて、で、まあ、酒飲んで、で次の日の朝にあのテントをね持ち上げて、みんなでテントを持ち上げてね、あの原っぱの方に向かっていくっていうね、あの感じなんです。あのまあ、そういう場面とかもね、お見せできると思いますので、もちろん録画しようと思ってますんで、まあ、こう期待ということですね。今日出て、で土日で日曜日の夜に帰ってくるような形ですね、たくさん面白い動画を撮ってアップしようと思ってますんで、よろしくお願いします。あ、行ってきます。バイバイ。